いやー先生、冬だね。冬だな。先生は冬のおしゃれを存分に楽しんでいるよね。あったかそうな帽子で決めちゃってさ。夏もかぶってたけどね。モヤッティも冬のおしゃれを楽しみたいな。いいじゃないか、楽しめば。それがそうもいかなくて。サイズがないのかい？先生、今の言葉が乙女心に突き刺さったよ。お金がないのかい？先生、どうしてそんなに突き刺してくるの？乙女心関係ないところまで。工夫次第でおしゃれはできるさ。可愛いは作れる。うん、ありがとう。実はモヤッティ、美容院でカラーリングに初チャレンジしてみようかなって思うんだけど。髪の毛を？髪の毛を。どこからが髪で、どこからが、いやー、羨ましくなんか、羨ましくなんか、ちっとも羨ましくなんかないのだ。